今回はユーモバイルマックス二十五ギガの十回目、あ、九回目かな九回目のレビュー取っていこうと思います。今回の、うん、使用レビューは、今までのね、単純にユーモバイルマックス二十五を使った感想ではなく、これですね。LTE モバイルルータ、ーエ t タムエ t タムエ t タムかなの MR05LN。このね、ルータ、ー これ、ね、買っってあったんですけど、まだ1回も使ってなかったんですけどこれをねこれに挿して使うとどうなるかっていうのを試そうと思ってね設定終わって今日一日試してみたのでそのね感想を言っていこうと思います。ま,あ、まずね設定なんですけど、まあ、設定自体はねこれ自体がもう SIM、あのー、フリーのものなんで、まあ、普通に入れて設定すれば使えるので、まあ、特に難しいところは別にないかなという。 もともとね、Android の携帯に APN 設定ね、できる人であれば問題なく多分できると思うんですけど、まあ、今ね、こう出てるように5ギガ帯2ギガ帯と5ギガ帯が使えてね、まあ、それに関してもちょっと試してみたんですけれど、こんな感じですね、一応ね、これ、Amazon で、自分で、ね、Amazon のね、レビュー信者なんで、Amazon でね、評判が一番いい、今、普通に1位なんじゃないですかね。で多分 今買うと1万5000円ぐらいで買えるのかなぐらいのもので、デュアルシム。で、評判もね、かなりいいものになってて、これ単体でね、14時間ぐらい使えるらしいんで、シムを入れてね、テザリングで運用するよりも、こっちの方がね、一応使い勝手はいいのかなと、そのパソコンにつないだりとか、まあそういうので使うので考えるといいのかなっていうモバイルルーターになります。でもこれ、ますでに入ってるんですけれど、 うん使った感想なんですけど、まあちょっとね、見てもらいたいものがあります。これ今ね、撮影してるドコモの携帯なんですけれど、iPhone7 Plus でね、録画してるんですけれど、今日昼間、その iPhone7 Plus で、いろいろね、スピードテストしてみました。で、まず、これが圧倒的速さですね。これがね、そのドコモの 今のね、この撮影してる iPhone 7 Plus でドコモ回線でスピードテストをした結果ですね。117-22。結構やっぱ速さ出ますね。で、これが <laughs> U モバイルのあのー、このさっきのこの ATAM。このモバイルルーター。モバイルルーターに、これですね。これ。モバイルルーターに入れて、テザリング。 っていうか Wi-Fi として拾った場合かな ?iPhone7 Plus で拾った場合にやった速定値ですね。時間はね、4時4 16時40分って書いてあるんですけど、この時間帯。うん、なんでしょうね。あの異様なあの、ダウンがめちゃめちゃ低いんですけど、なぜか知らないけど、アップロードめちゃめちゃ早いってよくわかんない結果。これがね、2ギガ帯ってやつでやってみました。で、これ5ギガ帯です。 まあちょっと間にね、ちょっとどこもや入っちゃうんでおかし、あれなんですけど、まあ多分2ギガ体も5ギガ体もね、ほぼほぼ変わんないと思います。うん、このね、ええー、たこのモバイルルーター、2ギガ体と5ギガ体があるんで、どう違うのかなと思って試したんですけど、うんと、遅すぎる、多分回線が遅すぎるか、かわからないんですけど、ま差は出なかったです、正直。うん。で、まあこんな感じで、なってたんですけれど、うーん、今ね、 今もう一応、この MacBook も繋いでます。あのー、その ATAM。このモバイルルーターから出てる電波で Wi-Fi で繋いでます。うーん、とここかな。これですね。ATAM。出てると思うんですけど、これでね、繋いでる状態です。うーんでね、どうだろう。まぁ、あ、ちょっと見てみますか。例えばですけど、まあ、ホームページのこのメイン画面、行くとして、 今の時間が土曜日のあじゃあ金曜日か金曜日の9時半なんでまあ割とね混んでる時間帯って言っていいのかな多分うん混んでる時間帯って言っていう時間なんだけど一応ブラウジングは問題なくねある程度できますねちょっとまあ混んだりとかすることもあるけどこんな感じですねまあさすがにうちのね ね、光ネットとかに比べると遅い。一瞬ね、間が空いちゃうんですけど、まあ、一応ネットはできるかなと。なんですけど、正直、うん、このね、モバイルルーターにね、入れて、携帯で動画とかを見ると、うん、厳しいです。うん、再生がね、かなりもたつく、厳しい感じです。やっぱね、いつも言ってるように、最低限、 U モバイルのね、この 25GB、最低限使う分には問題ないかなって感じなんですけど、うん、その手触りそのね、モバイルルーターをと,かとかを使って、ちょっと快適に何台かのね、ネットを共有してやるっていうのを考えると、まっ、あ、くと言っていいほど使うのにはならないのかな。うん、やっぱ最低限使うっていうのが前提にあっての 25GB かなと、感じがします。 もうなんで、今、ルーターに入れてね、見たんですけれど、正直、これで、例えばパソコン使いながら、うん、使ってないね、あの、Android 携帯だったりとか、自分のね、まあ、このメインの7プラスでもいいですけど、ドコモのね、iPhone7 プラスとかをテザリングする気にはならないですね、正直。うん。っていう状況、一応、最低限使えなくはないけど、 ルーターに入れてまで使うものではないかなというのが正直な感想ですね、今回。まあね、ルーターに入れて使うことはね、あまりないかなと思う。こういう風うに、ね、パソコンにつないだりする時も、まあそもそもね、今スマホにもテザリング機能ついてるんで、それでちょこっと使う分にはいいのかなと思いますし、まあね、先ほど言ったようにね、動画は見れないんですけど、まあこういう風にネットだったり、これ Twitter とかね、あと。 まあ全然問題なく動くんで、速度一応、さっきに測ったのこれなんですけど、800、800キロですね、810キロ。1メガも出てない状態ですね。う一やってみますか、一応。多分ね、まあ、似たり寄ったよ結果、毎回出てくると思うんですけど、そこまでね、差は出ないと思うんですけど、今、5ギガ帯っていうのにしてるんですけど、あ、どんなもんかな。あ、660、下がりましたね。 うん、こんな感じで速度はね全然出ないですただブラウジング見ていただいたら分かるようにネットある程度ね普通のネットで見たりとかする程度であればまあ使えるのかなこのテザリングっていうかそのテザリングだったりルーターを使ったとしてね使えるのかなと思うんですけどうーんこの先ほど見たようにね動画で見せたように自分の1このね U モバイルが1.7とかしか出ない時 まあでもアップはねめちゃめちゃ早い気がするんですけどよくわかるんですよ。なんか他の動画で上げてる方もこの25ギガっていうのは使ってないにしても e モバイル上げてる方でアップだけはすごい早いよって言ってた方いるんですけどこういうことなんですかね多分あの普通にネット見る分には微妙なんですけど youtube のアップとかには結構使えるよって言ってる方がいた気がしたんで多分こういうこのことなのかなっていう感じではあるんですけどまあただ これねドコモのその自分の使ってる iPhone1000 プラスでその時一回測定したやつなんですけど LTE でねうんこういうこんぐらいの速さが出てるとルーターにね入れて使う時もものすごい快適にね使えるのかなっていう気はするんですけどまあ初戦がねこの1.8とか通常時がねこれからぐらいがね平均と思った方がいいです早い時でまあ、10とか出ることあるんですけどなかなか10出なくてよくて3とか4で混む時間が1メガを切る感じさっきのように0.1 6かららの間ぐらいでまあまあの時間帯でこの1.8とかこのね今出てる1.8とか2ぐらいなんでこれをて、うん、あのモバイルーダーに入れて複数台ね w i フ f i として使うってなるとまあ無理かなっていうのが使った感想ですうんただねそれでも そういう状況ですからね、ネットはね、使えるんで、まあ状況次第かなって感じですね。さっき言ったようにね、アップはまあまあ速さ出るんで、うん、使い方次第ですかね、本当ネットをね、通常時見る。ブラウジングしてね、見る。で、YouTube 撮ったやつを、その片手間にね、アップするとかは、使い勝手あるのかもしれないですね。 だし、まあまあ、ネット自体ね、外でいるとき、パソコンでわざわざ動画見ないで、普通にブラウジングしたかったりね、メール返したりとか、そういうので使いたいときに、いつでもサクッと使いたいっていうんであれば、これね、ずっと付けっぱにしておいて、このね、ルーターちゃん、ずっと付けっぱでも、付けっぱでも14時間だから持つらしいんで、MAX にすると。まあまあ、簡単にね、もう設定しとくと、開いたらすぐネット繋がってるんで、スマホとかだとね、やっぱそう、長い時間使えないんで、 電池持ちととかも考えるとその点ねこれだったらつけっぱでずっとやれるんでまあまあまあそういうことも考えて使い勝手ですかね U モバイル MAX25 を使う時にモバイルルーターまあ個人的にはね、まあ、買ってしまったんで使ったんですけどこれからね持ってない方がわざわざルーター買った方がいいかなと思う方いたら うん、おすすめはしないですっていうのが、今回のレビューですね。やっぱ、うん、25ギガあるけど、結局ね、使い勝手次第かなっていう感じですね。今ね、574メガ使ってますね。こういうねいくな、どんくらい使ったとか、まあ、時計なりがちょっとついてたりとか、まあ、電池もね、わかりやすかったりとか、電池長持ちしたりとか、うん、このね、ATAM の、 ルーター自体はやっぱ使い勝手いいですね。あの、アマゾンでレビュー高かったんで買ったんですけど、まあ、今後もね、まあいろんな SIM 試そうかなとも思ってるので、まあまあまあ、今後も試す上でいいものを買ったかなとは、個人的にこの a t タ m は思うんですけど、まあこれに a t タ m にモバイル、ーモバイルのね、SIM を入れる件に関しては、うん、あまりお勧めできないというレビューになります。 こんな感じでね、U モバイルの MAX25 のね、レビュー毎回してるんですけど、まあ、今後もね、一応次もまあなんかネタがあればやっていこうかなと思うんですけど、右下の方にチャンネル登録あると思いますので、よろしければチャンネル登録のをお願いします。こういう感じで自分で実験したり、まあなんかね、こんなことやってくれっていう、うん、なんかリクエストがあれば、 できる限りね、対応していこうと思うので、よろしければ YouTube のコメントお願いします。あと、Twitter の ID も載っけていますので、よろしければ Twitter の方でも絡んでください。今回は動画の方を見ていただいてありがとうございました。